っていってほしいです。ああ、そうなんだ。一回飛ばす。はい。テス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 。あ、それか。保険局が手だと思った。はい。ありがとうございます。テッテスは、人それぞれだと思う。それの手を強要しちゃいけない。なんでこんなびちょびちょなの？いやいや、僕じゃないですよ。だったら俺が決めてって取ってやったら全然早いから他の仕事やってもらったほうがいい。あれだってさ、撮ってたもん。ちょっとゆめちゃんに、あ、ゆめちゃんなら夜明けした風強いから風が強すぎると思う。ほら笑ってんじゃん。ほら笑ってんじゃん。え、ちょ待って、肩と長さ一緒だな。違うか、それ。きつらい感じで、あ、ダメだね。なんか病院ってさ、言いたくなっちゃった。じゃあ、性格が良くないって言われた。性格良くない。死ぬか。なんか、使いすぎですけど。なんか、花粉ってアレルギーでしょ。毎年新しいのできるんだね。そう、だから、でみんな5個花粉のあれがあったあれな、杉とかな。そう、1個か2個なんだって。だいたいね、1個か2個でくしゃみ鼻に詰まらない。俺、全部なんだって。もう、無理。竹山は適応します。それに、これね、言ったらこう、昨夜花粉だ。違う違う、マジか。あ、ついに、2020年、流行っちゃう。ついに、何に、ママにして。出会って間もないけど、ついに。台本ある台本ある。右からの風だけすごかった。なんかちょっとこう、迷子みたいな。マイゴみたい。マイゴいます。俺人生のマイゴっすね。おぉ、ほいよねと、ほいねほいねほいよね。ずっと撮ったな、動画作ったじゃん、俺がロサの。あー、なんか滑りがちじゃない最近。逆にすごいよね、あんな滑れるって。俺雪国出身。あ、そうか。いや、俺も雪国じゃん。雪国って花粉はない。ないっすね。だいぶ東京来て発症した。早いね。俺も桜エネルギー半年ぐらいでさ。今も覚えてる。発症した時、羽田空港の増築してたの。夜勤で。で、親方が食べ方してて、それを見てたの、下でやることないから。鼻に止まんなくなったね。あ、来たな。今俺は発症した。雪国だからね。ないんじゃない。嫌ですけど、いいじゃん、ここで行けばいいじゃん。マジで。花粉？花粉？違う。鼻水が出て、それとも鼻水からサーガスが出て。どっち？急に。分かる。分かる。お前もだよ。え？え、本当ですか？すげえ話変わるけど、マスク茶色くない？大丈夫？これ緑。大丈夫。髪と合わせた。髪と合わせた。ちょっと緑がかってきた。同じ色からスタートしたと思えないね、二人。金かかってることを。僕も金かけました。せーの、28,000。え、これ中入っていいですか。あ、大丈夫ですよ。じゃあ楽屋行きましょうか。準備して、半からでしょ。あ、セットしてあげようか。いや、大丈夫。スプレーある。あ、いいじゃん。いいじゃん、なんか強そう。魔法人みたい。気づいたの？その、まあ、そういう動画って、例えば、短くて40分だったり、2時間あるものもあるけど、うん、あれ好きで、女子。なんちゃら。やべえ。唇にアイブロウつけちった。唇。唇気にしちゃった。何でもあり、何回のエピソードありますか。令和。令和。だからまあ大変やですね。ハマったので。Thank you.
ないけど、ね、そうって不思議な眉毛